今日ちょっと寒いんでマフラーとします。これ今年買ったヨークのマフラー、すごい色が可愛くてめちゃくちゃいい感じです。今日インナーは昔買った、去年買ったユニクロ U のニットに、パンツはコモリのベルテッドデニムにビームスライツの去年買ったコートを合わせます。よいしょ、ちょっとねほっこりコーデです。はい、じゃあ今日も全力投球で行ってきます。あ、そうそう、なんか最近 Vlog、 最近ね Vlog 率が結構上がってて、なんか自分の中での Vlog のテンションっていうのが結構高まっていて、毎日 Vlog 撮ってみてます。今日は仕事で何もない一日なんですけど、まあ朝コーヒースタバで行って朝活して仕事して帰るっていうね、そういう日常を載せていきたいと思います。じゃあ今日もね頑張っていきましょう。マフラーちゃんつけてます。初マフラーです、今年。ちょっとね、ヒゲが伸びてきてるので、今日ちょっとヒゲをちょっとだけ整えようかなと思ってます。で今ね、時刻は8時10分ですね。で、スタバに向かって、スタバに8時半ぐらいに着いて、出勤が10時半なので、2時間ぐらい、ちょっとね、頭の中を整理する時間と、あとはインスタに投稿したりとか、そういった作業の時間にしていきます。朝の時間を有効に活用するとね、めちゃくちゃ一日がはかどるんですよね。なんで朝活結構おすすめです。さあ今日も頑張るぞ。今日も天気いいね。本当ね、晴れだと気持ちいいですね。雨より晴れが好きです。
なあ。さあ、ちょっと髪型が崩れちゃってますが、今中目に到着して、スターバックスに、行きたいと思います。なんかいろいろね、おしゃれなカフェとか朝から行ったりすることもあるんですけど、まあ、なんだかんだ普通のスタバが一番落ち着くっていうね、これはあるあるですかね、スタバあるある。久しぶりに左利きのエレンの漫画が溜まってるんでね、ちょっとそれ読みたいと思います。漫画界っていう感じですけどね。では今日楽しんでまいりましょう。最近なんか朝ね、早起きが全然できてなくて、今日も7時ちょい前ぐらいに起きたんですけど、全然5時55分に起きれてた頃が懐かしいなっていうか、5時55分起きれないです。結構早く寝てるんですけどね。まあ冬はやっぱ寒いからね、布団が恋しいですね。布団が吹っ飛んだって感じで、はい。今日はね、11月18日2021年11月18日で、もうあとねクリスマスまで1ヶ月半切ってるということでね、まあ、全く彼女できる気はねしておりません。結構よくお客様にもね、本当は彼女いるんじゃないですかとか聞かれること多いんですけど、まあ、本当におりません。欲しいですけどね。到着、もうクリスマスモードです。You just fall in and out.
でした。はい、お疲れ様でした。お疲れでしょ。いや、今日はね、11名のお客様が来てもらいました。大阪の美容師さんとか来てくださってあんたに喋ってた。あんたに喋ってた。これ一人語りじゃない。巻き添えを。一人語りではない。今日はね、大阪からね、美容師さんも来てくれたりとか、うんうんうん、あといつもね、来てくださる方とか、初めての方もね、いらっしゃって、いやー、なんか疲れないね。楽しいね。うん、うん、毎日楽しく切っております。みんな喜んでたね、並木さんに。いやいや、もう、ゆうほさんも。ゆうほさん何これ。ゆうほさんも持ってないということで、今日はこの後にちょっとリクルートの面接がありますので、はい、リクルート面接をして、いいスタッフがね、増えてきてくれると嬉しいです。楽しみだね。あとは、うん、ラーメン食いに行きたいと思ってます、この後。ラーメン楽しみだね。ラーメンつけ麺言わせんのかい。言わせんのかい。ということで、今日も Vlog ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。あ、締めこれ。バイバーイ。待って、大丈夫これ。バイバーイ。ありー。さあ、今面接終わりまして、今からパイ麺っていうラーメンを食べに行ってきます。いってらっしゃい。いやいや、みんなで行こうよ。パイ麺いいですよ、家系。はい、これ落ちたね。はい、ということでね、もう食べ過ぎました。お腹いっぱい、子供生まれそう。いやー、本日もご視聴ありがとうございました。終わり方。またすぐね、またアップするんで見に来てください。じゃあまたお会いしましょう。アリー。またですよ。